皆さんこんにちは。今日はここクリネックススタジアム宮城から楽天対オリックス18回戦の模様を実況担当堂前秀夫でお伝えいたします。イングルス、エースの岩隈、そしてバファローズ、久貫、以上の両先発となっています。さあ、間もなく試合開始です。さあ、注目の立ち上がり、バファローズの攻撃。先頭バッターは坂口、第9、投げました。ストレートはストライク、まずは高め。第2球、投げました。内角低め打った、セカンド左、一塁へ送る、アウト、ワンアウト。バッターは2番、田口。投げました、あっと打った、ファースト取った、自らベースに入ってアウト。バッターは3番、後藤。投げました、直球はストライク、まずは内角高め、ワンストライク、ノーボール。投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、ツーストライク。打ち上げた、これは内野フライになりそうです。ファースト落下点、中村ボールを掴んでアウト、スリーアウト、チェンジ。岩隈、無難な立ち上がりです。バファローズ無得点で終了です。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッター牧田、第9、投げました、ストライク、アウトローへ、投げた、ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました。投球3球目、フォークはボール、インコースへ。さあ4球目、打った、二遊間抜かれた、これはヒットになります。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番、渡辺、投げた、初球を振ってきました、一塁へ、スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。左バッターボックスは鉄平、現在打点ランキング3位につけています。まっすぐ決まった、ストライク。第2球、投げた、あっと打ち上げた、余裕があります、取りました。左バッターボックスは4番、登坂、現在首位打者争いの3位につけています。スライダー見送ってストライク。第2球、投げた、ストレート打ちました、ファールボール、投げました、三振。久貫、見事なピッチングを披露しています。1回が終了しまして0対0、イーグルスチャンスをものにできませんでした。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者カブレラ、現在打点ランキングの2位につけています。低め、シュート外れてボール。さあ2球目、打った、これはいい当たりだ、ピッチャー返し、二遊間、ライナー破っていった、ノーアウトランナー1塁となりまして、 T 岡田、投げました、直球決まってストライク、外角低めいっぱい。第2球、投げました、ストライク、アウトコース厳しい球。第3球、投げました、打ちました、一塁送球、アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー二塁に変わります。そして迎えるバッター北川、直球ストライク、投げた、ストライク、アウトローへ、ツーストライク。投球3球目、フォーク、空振り三振、岩隈、見事なピッチングです。第1球、投げた、外角低めいっぱい、ストライク、ワンストライク。投げた、これはボール、わずかに外れてワンエンドワン。投げた、ボール、直球外れました。バルディリス集中しています。投げた、打ち上げた、落下点に入った、がっちりと掴みました。岩隈、ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって0対0、バファローズチャンスを生かせませんでした。これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中村、内角高めいっぱい、ストライク、まずは初球決めてきました。さあ2球目、低めボール球打った、これがバックネット方向へのフライになった、後方へ飛んでいきます、ファールボール、打ちました、ファール、バックネット方向に飛んでいきます。カウント2ストライク、投げました、フォークボール、外れました、2ストライク1ボール。さあ5球目、
フォーク空振り三振。そして左バッターボックスには横川、現在33試合連続安打を記録しています。内側際どいボール、ノーストライクワンボールです。第2球投げました、スライダー決まってワンエンドワン、カウントワンエンドワン。第3球投げました、インコース、ストレート外れてボール、ワンストライクツーボール。フォークはボール外角へ。第5球投げた、アウトコース高めストライク、フルカウント。さあ6球目、インサイド打った、切れていきます、ファール。あっと打った、これはセカンド一塁へ送る、アウト。右バッターボックスはフィリップス。さあ1球目打った、センターへ弾き返した、ヒット。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。右バッターボックスは8番高須、ストレート決まってワンストライク。さあ次の投球です、インサイドストライク、ツーストライクノーボールです。投げた、インコース引っ張った、ファール。投げた、初球外れました。次が5球目、投げた、打ちました、打球はセカンドの右、一塁アウト。ファーストランナー残塁、2回が終了しまして両チーム無得点です。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは8番日高、第1球投げた、高め直球外れてボール。第2球投げました、外角低め打った、バットを出しましたがボールは後ろへ飛んでいます。打った、バックネット方向、ファール。投げました、フォーク打ちました、レフトへのフライだ、横川前進、落下点に入った、掴みました、ワンアウト。右バッターボックスは9番大引き、投げました、シュート見送ってストライク、ワンストライク。初球ストライクから投げました、直球ボール。第3球投げました、フォークはストライク。さあ追い込まれました、カウント2ストライク1ボール。投げました、あっと打った、レフト前方ファールフライ、ファール。さあ5球目、アウトロー打ちました、セカンド掴んだ、1塁アウト。バッターはトップに帰って坂口、現在10試合連続安打を記録しています。投げた、打った、ワンバウンドボールを掴んだ、そのままベースを踏んでアウト。最後はファーストゴロに倒れました。3回の表が終わって両チーム無得点です。イーグルス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番中谷、北川ボールを取る、一塁キャンバス踏んでアウト、ワンアウトです。第9投げた、打ちました、レフトへの浅いフライになった、 T 岡田前に出る、落下点に入った、取りました、牧田。初球打ちはレフトフライに終わりました。バッターは2番渡辺、第9投げた、真ん中にストライク、初球まずは入れてきました。さあ次の投球です、まっすぐ決まった、ストライク。さあ追い込まれました。第3球投げた、直球ボール内角へ、2ストライク1ボール。投球4球目、アウトサイド、判定はボール、ツーツー平行カウント。さあ投球5球目、あっと打った、ヒット。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。左バッターボックスは3番鉄平、第1打席は内野フライに倒れています。投げました、直球決まってストライク、ポンポンと追い込んできました。さあ3球目、インコース完全に外れてボール、2ストライク1ボール。投球4球目、打った、ヒットになります、グラブ弾いた、渡辺三塁を狙う、三塁送球、三塁セーフ。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、小坂第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。スライダーはボール、まずは低め、投げました、インサイドストライク、ワンエンドワン。投げました、打ちました、ボールは後ろ、ファールボール。
一塁へ牽制球を送ります。一塁はセーフ。投球4球目、ストレートはボール。一塁牽制、セーフ。一塁はセーフ。投げました、ストライク。空振り三振、小坂スイングアウトの三振。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ18回戦は序盤終了しまして0-0、イーグルス一瞬でチャンスが消えてしまいました。第1球投げました、ストレート決まってワンストライク。アウトコース低めいっぱい。第2球投げた、アウトコース高めストライク。投げた、打った、打ち上げた、ファールフライになりました。切れていきます、ファール。カウント2ストライク。投げた、打ちました、ライトへの打球。追いついた、ワンアウト。バッターは3番後藤、第1打席はファーストフライに倒れています。投げた、スライダーはストライク。内側いっぱいの球。さあ次の投球です、真ん中ストライク。岩隈追い込んでいます。投げた、あっと打った、ファールボール。カウント2ストライク。投げた、ストレート、空振り三振。バッターは DH のカブレラ、今日2打席目。第1球投げました、ボール、シュート外れました。インコース際どいところ。さあ次の投球です、打った、ファールボール。投げました、打ちました、バックネット方向、ファール。カウント2ストライク1ボール。第4球投げました、ストレート打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトです。岩隈好投を続けています。4回の表が終わって0-0、バファローズ未だスコアボードは0のままであります。これからイーグルスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中村、今日の第1打席はスイングアウト、スライダー決まってワンストライク。第2球投げました、フォーク打ちました、バックネット方向、キャッチャーへのファールフライか、キャッチャー落下点、ファールグラウンド、キャッチしています。中村キャッチャーファールフライに倒れました。投げました、ストレート見送ってボール、わずかに外。さあ2球目、低めボール。投げた、内角高め打ちました、これはサード一塁送球、アウト。バッターは7番フィリップス。第1球投げた、直球ストライク、ワンストライクノーボールです。1球目ストライクから。第2球投げた、ストレートはボール、外へワンエンドワン。第3球投げた、打った、バックネット方向、ファール。投げた、外角低め打ちました、サード掴んだ、一塁へ送る、アウト。最後はサードゴロに倒れました。4回までが終了しまして0-0、イーグルスこの回も得点を挙げられませんでした。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番 T 岡田、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。さあ2球目、低め際どい球、ボール、ワンストライク1ボール。投球3球目、スライダーストライク。岩隈追い込んでいます。カウント2ストライク1ボール。第4球投げました、打った、渡辺掴んだ、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは6番北川、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。インコース低めストライク、ワンストライク。第2球投げました、低めストライク、バッター追い込まれました。投げました、直球打った、一塁アウト。バッターは7番バルディリス、第1打席はショートフライに倒れています。投げました、内角低めいっぱいストライク。初球ストライクから。第2球投げました、インコース低めいっぱいストライク、ツーストライク。投げた、打ちました、ショート真正面、一塁へ、アウト。これでスリーアウトチェンジ。バファローズ3人で攻撃が終わっています。5回の表が終わって0-0、依然両チーム得点はありません。
これからイーグルスの攻撃に入ります。現在首位打者の高須、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。インコース高めストライク。まずは初球決めてきました。第2球投げた、低めわずかに外れてボール。第3球投げた、ストレートはストライク、インハイへ。ツーストライクワンボールと追い込んでいます。第4球投げた、あっと打った、北川ボールを掴んだ、そのままベースを踏んでアウト、ワンアウト。直球見送ってボール、カウントワンボール。第2球投げた、打ちました、ファール。カウントワンエンドワン。第3球投げた、打った、流し打ち、ヒット。中谷二塁を狙う、セーフ。中谷ライト線ツーベースを放ちました。今日ヒットを放っている牧田。さあ1球目ボール、ストレート外れました、わずかに内側。投げました、打った、少し詰まっているか、セカンド落下点、掴みました。バッターは2番渡辺。第1球投げました、まっすぐ決まった、ストライク。投げました、ボール、直球外れました。投げました、内角フォーク外れてボール。第4球投げました、まっすぐ見送ってストライク。第5球投げました、直球外れました、フルカウント。投げた、フォーク打ちました、打球はショートの左、一塁送球アウト。ワンアウト二塁のチャンスでしたが得点には至りません。前半が終わりまして0対0、イングルスチャンスを広げることができません。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは8番日高、第1打席はレフトフライに倒れています。打球はライト浅いところ、落下点に入った、取りました、岩隈ライトフライに打ち取りました。バッターは9番大引、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。インコース高めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。投げた、落ちる球空振り、バッター追い込まれました。さあ3球目打った、ピッチャー左、渡辺取った、一塁へ送る、アウト。打順は1番に戻って坂口、これが3打席目になります。投げた、打ちました、サードボールを掴んだ、アウト、スリーアウトになりました。バファローズまたも三者凡退に終わりました。6回の表が終わって0対0、バファローズ未だスコアボードは0のままであります。3番ライト見送ってボール、初球スライダー、初球ボールから投げた、直球決まってストライク。投げました、インコース詰まらせた、レフト前ヒット、鉄平。これで今日は3打数の2安打。バッターは指名打者小坂、現在首位打者争いの3位につけています。投げました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッターは中村、低めギリギリいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました。一塁ランナー二塁を狙う、ストライクになった、盗塁成功。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。ランナー二人置いて迎えるバッターは横川、真ん中ストライク、ワンストライク。さあ2球目フォークボールストライク。さあ追い込まれました、投げました、ボール、胸元際どいところ、投げた、あっと打った、さあゲッツーになるか、4-6、3アウト、4-6-3のダブルプレイ。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ18回戦は中盤まで終了しまして0対0、イーグルスダブルプレーでチャンスを摘み取られています。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは田口、インハイギリギリいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目
アウトローを打った。ショート正面、一塁へ、アウト、アウト、ワンアウトです。バッターは3番後藤、今日3打席目。さあ1球目、アウトコース高めストライク。まずは初球決めてきました。投げた、外角低め打った、ショート横っ飛び、一塁は後藤、内野安打。今日ヒットを放っているカブレラ。さあ1球目、フォークボール見送ってストライク、アウトロー決まってワンストライク。打った、ピッチャー抜かれた、二塁アウト、一塁送球、アウト、ダブルプレイ。7回の表が終わって0対0、依然両チーム無得点です。7回の裏、イーグルス、ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは7番フィリップス、これが3打席目になります。1球目ボールから、第2球投げた、直球ボール、インコースへ。投球3球目、打ちました、セカンド右抜けるか、一塁アウト、ワンアウト。現在首位打者の高須。第1球投げた、ストレートはボール、まずはインコース、ボールカウントワンボール。さあ2球目、インハイ打った、二遊間抜けた、これはヒットになります。高須ようやく初安打になります。右バッターボックスは9番中谷、セーフ、一塁へ一つ牽制球を送りました。第1球投げた、初球から送ってきました、一塁へ送る、スコアリングポジションにランナーを進めました。久貫マウンドを降りまして、大久保今日2人目のピッチャーとして登板です。変わりまして、大久保。さあここが運命の分かれ道、今日ヒットを放っている牧田、投げました、あっと打った、北川がっちり取って一塁踏んでアウト。大久保見事に流れを断ち切りました。バファローズピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番 T 岡田、今日3打席目。インコース低めストライク、初球まずは入れてきました。1球目ストライクから投げました、インサイドストライク、岩隈追い込んでいます。第3球投げました、インコース詰まった、中村ボールを取る、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは6番北川、これが3打席目になります。第1球投げました、打った、セカンドボールを掴んだ、一塁アウト。バッターは7番バルディリス、今日3打席目。第1球投げました、インコース高めストライク、まずは初球決めてきました。初球ストライクから第2球投げた、フォークはボール、アウトコース低め、カウントワンエンドワン、投げた、インサイドストライク。第4球投げた、打った、ファール、バックネットに転がっていきます。さあ投球5球目、打ちました、渡辺掴んだ、一塁アウト。最後は内野ゴロで終わりました。8回の表が終わって0対0、バファローズこの回も得点を挙げられませんでした。イーグルス、この回は上位打線から始まります。今日ヒットを放っている渡辺、直球ストライク。さあ2球目、外角低め、判定はボール。第3球投げた、直球打った、ピッチャー返し、センター前ヒット。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ここまで2安打の鉄平、一塁牽制、セーフ。第1球投げた、アウトコース低め、フォーク決まってストライク。第2球投げました、フォーク打ちました、アルボール。投球3球目、ボール、外れました、ツーストライクワンボール。投げました、打って、これは平凡な当たり。さあゲッツーになるか、6、4、3、ちょっと遅れた、一塁はセーフ、ダブルプレーを逃れました。今日2三振の小坂、現在首位打者争いの3位につけています。4、6、3アウト、4、6、3のダブルプレー。今日2回目の併殺でこの回を終えました。8回までが終了しまして0対0、イーグルスダブルプレーでチャンスを潰しています。イーグルスピッチャー交代です。岩隈降板、小山今日2番手としてマウンドに上がります。さあいよいよ最終回に入ります。
この回のトップバッターは日高。第9球投げました、打ちました、初球打ち、ヒット。ノーアウトランナー1塁となりまして大引き。第9球投げました、初球送りバント、2塁送球アウト。打順トップに帰って坂口、これが4打席目になります。あっと打った、センターフライだ、浅い当たり、これはうまいところに打ち上げた、掴みました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは田口。投げた、高めギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました、打ちました、ショート右へのゴロ、一塁送球アウト、これでスリーアウト。一塁ランナー大引き、残塁に終わりました。9回の表が終わって0対0、バファローズ未だスコアボードは0のままであります。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは5番中村、今日4打席目、ヒット。中村今日初めてのヒットを放ちました。バッターは6番横川、今日はまだヒットがありません。ファール、一塁へ牽制球を送ります、セーフ。さあ次の投球です、またバント、一塁線絶妙、北野はそのままタッチしてアウト、二塁はセーフ。さあこの大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。ワンアウトランナー二塁に変わります。ここで迎えるバッターはフィリックス、一打サヨナラのチャンス、投げた、低めいっぱい、ストライク、ワンストライクワンボールです。投げた、インサイド打ちました、左中間にボールが抜けていった、打球は左中間に転がっている、中村一気にホームへ、イングルスさよなら勝ち、フィリップスさよなら、イングルス、これでバファローズとの対戦成績を17勝1敗としています。今日のハイライトシーンです。
て本日のヒーローは見事サヨナラ打を放ったフィリップス。今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ、実況担当堂前秀夫でお送りいたしました。